台湾国産潜水艦建造計画の一つの区切りとして、ようやく進水式を迎えるとの情報をキャッチしました。今回は、台湾初国産潜水艦建造計画、一番艦進水式を詳しく見ていきます。台湾への支援国が、謎のまま進んでいますが、日本も、何かの形で支援しているでしょうが、大きな声では言えない。オーストラリアがもたもたしている間に、台湾は、一番艦を進水することに成功しています。オーストラリアも、双竜型を購入してたら、今頃な。老朽化した潜水艦を更新するため、台湾は2020年11月に国産潜水艦の建造を開始しました。台湾メディアの報道では、9月28日に高雄で一番艦の進水式と命名式が行われる予定で、政府高官や各界の代表者も出席する予定ということです。台湾海軍の潜水艦戦力を紹介しましょう。1980年代に、オランダのズワールトフィス級潜水艦を土台として作られた海竜級潜水艦2300トンが2隻、第二次世界大戦中にアメリカで建造された天地級潜水艦2420トン2隻の合計4隻です。耐用年数切れというか、あまりにも時代遅れですよね。台湾としては、次の潜水艦を熱望していたはずです。当然、何度も、後継艦の調達が浮上しましたが、やはりというか、中国の圧力、横やりによってことごとく潰されてしまったのです。この状況に変化が生じたのは2018年でした。当時のアメリカのトランプ政権が、潜水艦建造に必要な技術や部品の台湾への売却を承認したのです。中国嫌いのトランプ政権が台湾に肩入れするのは当然といえば、当然ですよね。敵の敵は味方というわけでしょう。アメリカの動きに歩調を合わせたかのように、イギリスも 1.67 億ポンド相当の潜水艦関連の技術と部品の輸出を承認しました。ところが、実際に台湾で潜水艦建造を支援している国は不明でした。アメリカ、イギリス、フランス、インド、オーストラリア、カナダ、スペイン、日本、韓国などの名前が浮上したのですが、わからなかったのです。台湾に技術的なサポートを行った国の名が明らかにされないという理由は中国からの圧力が影響したとしか思えませんね。前述の通り、一番艦は2020年11月に高雄で建造がスタートしました。2023年9月に進水予定、2025年収益予定と発表されていましたが、スケジュールが前倒しされたことで9月28日に高雄の小湊区で、進水式と命名式が行われ、政府高官や各界の代表者が式典に出席する予定と報じられたのです。これが事実なら、日本の大芸型潜水艦と同じディーゼル脱リチウムイオン電池方式の潜水艦となるわけです。ちなみに、ロイター通信は、台湾は、潜水艦建造に必要な部品や支援を確保するのに、非常に、大きな困難を経験したと報じたことがあります。その一例として、あるドイツ企業を挙げています。この企業は、中国でビジネスを展開している親会社の意向という理由で、台湾との契約を突然打ち切りました。また、アメリカの同盟国で、通常動力型潜水艦に関する最も進んだ技術を持っているはずの日本でさえ、台湾支援を躊躇したと、ロイター通信が指摘していますが、日本、アメリカ、台湾の関係を考えると、興味深いところと見ているのでしょうか。防衛省関係者は、ロイター通信の取材に対し、台湾の潜水艦建造を支援するという構想が非公式に議論されていたことは事実だが、中国の反発を恐れて中止したと明かしました。元海上自衛隊のある人は、支援を中止したのは、中国を怒らせた場合の経済的な影響が危惧されたためで、中国でのビジネスを失うことを恐れた日本企業のロビー運動は非常に強力だと説明しました。中国とはビジネス最優先というのが日本政府のスタンスなのでしょう。だったら中国の違法操業に苦しめられている日本の漁業ビジネスも重視してほしいものだと思いませんか？台湾メディアも
潜水艦で使用するリチウムイオン電池を売ってほしいと日本へ要請したが、断られてしまった。なので、自主開発せざるを得なかったと報じていたことがありました。また、トルコから、タイ魚雷デコイ、おとりを調達予定だったのですが、果たして台湾が購入できたのか、まだわかりません。トルコは、バランス外交が上手ですからね、中国も台湾も、顔を潰さずに交渉できたと考えます。他国の兵器購入に、中国がいちいち文句を言う筋合いはないと思うのですが、台湾となると別問題なのでしょう。歴史的なねじれた深いつながりがありますから。自国領であるはずの台湾が、勝手に軍備を拡張することに神経を尖らせるのは当然といえば当然ですが、台湾の潜水艦ですが、大きさ的には、日本の渦潮型潜水艦くらいです。日本の場合は、領海が広いという事情があって、通常動力型潜水艦は、他国に比べて大型化していることを考えると、近海での運用がメインになると思われる台湾としては、順当なサイズだと考えられます。国防に関わる機密ですから、詳細な情報がほとんど出回っていません。運用が始まったら、概要だけでも情報が流れてきてほしいと思います。と言っても、進水式は今月ですが、引き渡しが行われるのは2025年ですね。本当ならすぐにでも配備したいところでしょうが、なんとも悩ましいでしょうね。結局、どの国が、台湾へ潜水艦建造の支援を行ったかは不明のままになりそうです。リチウムイオン電池の自主開発を行ったということですが、この短期間で独力で完成させることができるものでしょうか？本当にリチウムイオン電池を潜水艦に搭載していたとして安定して動かせるなら、どうにかしてこっそり日本が開発に絡んでいたと考えるのが妥当と思えますが、政府がそんな器用な真似はできないでしょう。そうした綱渡りができるぐらいの度胸があれば、むしろ嬉しいんですけど。台湾の国情に合わせた潜水艦の設計ができるところは限られますし、フランス渡りかなと推理しているんですが、ドイツが対中政策のせいで契約を打ち切ったという企業名は謎という話ですが、潜水艦に限ってなら、かなり重要なエンジンしか協力した可能性がないと思われるのです。今の西側の通常動力潜水艦エンジンだと、MTU、ドイツにあるロールス・ロイス社の子会社か、川崎重工業ぐらいの選択肢しかないはずです。となると、MTU が、陰で手を引いていたのか、過去に、潜水艦の実績がある、MAN、ドイツの自動車会社という手もあるのですが、この企業という可能性は低そうです。リチウムイオンに関して言えば、台湾にも、それなりの企業はあります。オーストラリアでの建造があったなら、管理が面倒な GS 湯浅のバッテリーより、商用で実績がある東芝の支部が搭載されるのではという話もあったので、万が一の安全性を担保できるなら、信頼性の高い商用バッテリーを潜水艦に搭載しても問題はないはずですが。全くの新規で、政治的な縛りなしでやるというのなら、消耗品をコッツ、COTS、コマーシャル、オフ、ザ、シェルフで購入するという手法もあります。コッツというのは、既製品で販売やリースできるソフトウェア製品や、ハードウェア製品、または一般向けにライセンス提供されるものを採用することです。新しく作るのではなく、今あるものを利用するわけですから、経費も安くできるはずですね。艦の大きさについてはまだ未公表のようですね。以前、台湾軍現役の海流型水中排水量2660トンに近いか、それよりもっと小さくなる見込みと報道されていました。それにしても、潜水艦の建造スピードは随分早いと思います。今回は進水式ですから、偽装は今後行うのでしょう。とはいえ、潜水艦の建造経験が全くなかった国が最初に手掛けた国産艦を3年で仕上げたというのは非常にスピーディーと感じます。一番艦の建造については広報の確認や工員の育成などもあるので、
どんな国でも、1年ぐらい、長めに時間を見積もることが多いはずです。にもかかわらず、この短期間で海に浮かぶところまでよく持っていったなぁと感心します。相当急いで作ったか、建造に関する労役投入のノウハウを、支援者からしっかりと叩き込まれたという感じでしょうか。例えばの話、最近の日本の潜水艦ですと、建造スタートから浸水まで2年、そこから偽装して引き渡しまで2年、それに配備まで1年とみなして、実質5年で戦力化というスピード調達をしているので、ここら辺りを意識したと考えれば、台湾のこのスピードは納得できます。実は、日本の場合、毎年、必ず、1隻の発注が来ることになっています。これは、世界的にもあまりない状況ですが、このルーティーンを、若干の無理をしてでも維持しているからこそ、こういったスピード建造ができているのです。しかし、台湾はどうなっているんでしょうね。この潜水艦に関しては、韓国の大宇造船の系列会社が起こした産業スパイ事件や、韓国顧問団の費用請求問題、台湾側メーカー担当者の逮捕など、いろいろありました。逆に、言えば、それだけ、韓国産業界の関与が深かったということになるでしょうね。韓国も日本に負けないように、潜水艦年一艦建造を行っている国ですから、その辺のノウハウが台湾に投入されているのかと推測されます。台湾の潜水艦の中身やスペックが公開されることは当分ないと思われますが、外観だけでも見えるようになるのが楽しみですね。